では、掃除の日常へのりを勉強していきましょう。今回の重要点は一つだけです。それは、損得を考える問題は、どう考えればいいかということです。で、どう考えるかなんですが、量を揃えるか、金額を揃えることで比べていきます。早速ね、今回の問題使って見ていきましょう。ペンキを買いに行ったら、2種類のペンキ、A と B があったよと。で、A の缶というのは直径が10センチで値段が200円あったと。 B の窯直径が2 0ンチで値段は1000円やったとで円柱 A と円柱 B は掃除であるよとたくさんのペンキが必要な時にペンキ A とペンキ B どちらを選ぶ方が安く買えるかという問題ですでどう考えるかなんですがまずはね与えられた情報を整理しましょう A っていうのは直径が1 0ンチで値段が200円やと B っていうのは直径が2 0ンチで値段は1000円やとで A と B は掃除って言ってるんでねまずは掃除費がわかりますよね 掃除費はこれ10対20簡単にすれば1対2ですで掃除費が分かれば体積費も分かりますよね体積費は掃除費の3乗でしただから体積費は1の3乗対2の3乗つまり1対8ですつまり A やと体積費1を買うのに200円必要なんですね B やと体積費8を買うのに1000円必要ということですじゃあどっちが得なんでしょうか それを比べるためにはね、量を揃えるか金額を揃えます。まずはね、量を揃える方から見ていきましょう。今、体積比が1と8なんですね。じゃあこのね、A の方をもし8にしたらどうなるかっていうと、これ8倍になってますよね。値段もね、8倍になります。これがね、8本分、8巻分必要ということです。だから200円が8本、8巻なんでね、200×8 で、8手に入れるには1600円必要です。 でも B を選べば8手に入れるのに1000円で済むんですねだから B が買った方が安いというように判断できますこれでね答えがわかったんで例は今のを表現していきましょうまず円柱円と円柱 B の掃除費はね10対20つまり1対2やったんですねだから体積比はその3乗の1対8となりました体積比がね1対8っていうことはこの B のカンカンの方には A のカンカンの8倍の量が入っているということですよね だから B とね A を同じ量にするには A を8個買う必要があったんですね A を8個買えば B と同じ量になりますじゃあね A を8個買えばいくらになるかなっていうと200円が8本なんでね1600円でしたねでも B は1000円で手に入りますということで少しでも安く買いたいなら B を選んだ方が得やと分かるという流れですじゃあ次金額を揃える方法でも見ておきましょう今回 A はね体積費1を手に入れるのに200円必要だと B は体積比8を手に入れるのに1,000円必要やと200と1,000が今違うんですねだこっちの方を1,000にしますじゃあこれね5倍になってますよねつまり1,000円あればこの A のカンカンは5本買えるよ5缶買えるよということですじゃあねもし A のカンカンを選べば1,000円で体積比5を手に入れることができるんですね B のカンカンを選べば1,000円で体積比8を手に入れることができます つまり同じ1000円という値段で A あと5しか手に入れへんけど B あと8も手に入るんですね。ということはね同じ値段でいっぱい手に入る B を選んだ方が少しでも安く買えるということですよね。ということで掃除の日常への利用 OK でしょうか重要点しっかり理解して自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。